テニス専門の世界的に有名な記者であるマイク・ディクソンという人が、オーストラリアオープンが行われているメルボルンで突然倒れて亡くなりました。59歳でした。1月17日のことだったようです。ご家族が X に投稿した訃報で彼の死は知らされましたが、例によってその死因は公開されていません。生前このディクソン記者はノバク・ジョコビッチ選手のことを、彼は記事の中で書いてきましたけれども、何かを失ったのはこの記者さん自身だったようですね。現在世界ランク1位のジョコビッチ選手は通算11回目の優勝を目指して、かつて入国禁止になったオーストラリアで今戦っています。頑張れジョコビッチ選手。黒森峰夫でした。